どうもヤマトランクスです。テイルズオブベルセリア続きからやっていきたいと思います。今回はフォルディス遺跡に来ております。果たしてこの奥にクーマがいるんでしょうか。進んでいきましょう。植物がある、宝箱もある。この奥がね、目的地になっているようです。どうやらね、開けます。あ、檻？封印されてるけど。食台に火を灯せば開くと思うんですけど、簡単に開くかな。あ、開きそうですね。こっち側にもあって、よいしょ。で、2つさらにあると。ちょっと待って、開けるの怖いな。こっち側何があるんだろう。どこに抜けるんだこれ。ちっこい階段がある。ここも封印されているぞ。火を灯して、ここも火を灯して。開いた開いた。お宝がありそうだけど、ここか。ここ来たことあるな。なるほどね、ショートカットできるのかな。じゃあもうここに用はないですね。じゃあ改めて真ん中の檻っぽいところ開けていきましょうか。火を灯して、開いた。あ、なんかいる。メディサ？結界が。結界、クーマです。三度目の正直だな。メディサね。ええ、そうよ。あなたたちは？あんたと同じく聖霊を。同志アルトリウスを恨む者よ。安心してください。私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え？諦めないでください。私は。いいえ、助からないのはあなたたちです。何何。同志アルトリウス様の理想を、聖霊の断りを汚す者たちは私が殺します。全然仲間ならんやん。ヘビー！あなたは？こいつは聖霊の手下よ。やっぱり裏切ったの。ヘビー弱。ブレイクブースト。邪魔よ。ちょっとこれ弱すぎですね、さすがに。数が多いけど。そこをどけ。つむじ月下。よいしょ。あ、ちょっと強いヘビ出てきてる。勝負にならん。キリがないよ。あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば拉致があかんぞ。おつぱいがでかい。その左手。そう、あなたが噂の。なぜです、メディサ。子持ちですよね。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。背中もパックリ割れてるし。違うわ、私は自らの意志でクーマになったのよ。パイパイもでかいし。でもあなたの娘さんはコーマになってタイマシに。それで聖霊を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。タイマシ様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのはあの子が汚れを発したせいだって。だったら私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。お母さん、なんでそのセクシーな格好してんの。どんな醜い姿になろうが構わない。彼女様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。ええー、
メデューサ。ああそう、なら強引にさらうまでよ。インランゴーマめ、インラン人妻ゴーマ。こんなで終わらせるのよ、あの子の死に報いるために。この人は母親として。関係ない、全部蹴散らす。呪い重ねかけ、ブレイクブースト、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ、ディーゾルペイン。ちょっと待って、これこういう時はさ、ゴーレム先にやった方がいいよね。呪い、そこだ。まずはザコからいきます。ブレイクブースト、こうしまった。ナイス。で次はこっちのゴーマ、つむじ月下。いたーい、ゴチン行かれた。よし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 、これだとはメディサだけ。46,000か。おら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 、ナイス競技。外しません、ゼロの方ハグ。戦いにくいな。ただ周りに取り巻きもいないし、殴っていくだけなんですけどね。よし、ピョッタ。うわ、なんだ今の、石化した。さすがメデューサ。状態異常回復。回復しないけど。なんで回復しない？状態異常解除しって書いてるよね。はい。あの、おった。ヘビがいるから先にヘビやろう。待って、邪魔邪魔。ほら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 、よし、コンジュームクロー、反撃はこっからだぜ。よし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 、こっからボコボコよ。ピヨってるピヨってる、コンジュームクロー。よし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 、やれるやれる、このままボコれる。どこ行った？ナイスヒヨギ。ここでのヒヨギはかなりでかい。ナイスヒ。コンジュームクロー。おら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 。さて、 HP が1だった。あれ、どこ撃ってる、どこ撃ってる。え、あとザコだけか。オッケー。どや、このインラン人妻ゴーマめ。ここまでよ、最下の剣士め。最下の剣士、最悪の時代をもたらす魔王の名よ。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして、顧みない汚れの塊。お前は性欲の塊だ。始末に追えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。胸を強調すな。ゴーマ、クーマ、最下の剣士、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される、それだけよ。させない、あの子は私のせいで。何だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて、邪魔をするな。嫌だ、もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった、それってすごく悲しいことなんだ。モアナ、清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ、お母さんに会いたいって。
だからお母さんが死んだらディアナだってきっと悲しむよ。ディアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで汚れ傲慢になってしまった。私のせいでごめんね、ごめんなさい。メディさん大丈夫、気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため拘束術をかけておく。どうやら清涼はメディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが理にはかなっておる。そうですね、断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せばヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部最下の剣手のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。この次一体どうなってしまうんでしょうか。とりあえずタイタニアに向かうのかな。メディサを連れてタイタニアに戻ろうということですね。ワープできるかな。はい、フィガル雪原まで戻ってまいりました。イノーフボトルは使えないみたいなんで歩いていきましょうか。ねえエレノア、僕メディサを苦しめちゃったのかな。そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。だから止めてくれて嬉しかった、うん、エレノアのやつ、ずいぶん無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの。汚れとは人間の心にあるエゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し矛盾と向き合おうとしている。それこそがタイマシに何より必要な資質、汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと。今はな。だが人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。ま、さほど心配せずともよかろうって。大抵のタイマシの純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。タイマシの才能ってわけね。貴重な才能だが特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たない者などいないし、己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はあれ、汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するもの。
ルトリウスは。はい、では戻っていきましょう。エラビーサと入りまーす。異常は出ていないようですね。よかった。今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ただいま。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。おっきすぎでしょ。だから言うわね。おかえり。あ、モアナ。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。清涼、こんな小さな子を無理やり食う間に。逃げた、逃げた、転んだ。泣いた。エレノア。解くな、解くな。お願いです、メディさん。あの子と話してあげてくれませんか。どういうつもり。モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫。私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと、でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの。夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いって、いらないっていう夢。怖いものですか。お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの。私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないでおばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ。変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの、タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。分かったわ、すぐに行こう。
グリモ姉さん一体何の用ですかね。監視塔に向かっていきましょう。ねえ、六郎たちはお母さんいる？ああ、急にどうした？うん、モアナやエレノアもだけど、ベルベットにも両親がいないって分かったから気になって。俺の母親もめちゃくちゃ厳しくて怖い人だったが、やっぱりずいぶん前に死んじまったよ。そう。わしに親はおらん。わしを拾った悪い魔法使いによれば、川を流れていた桃の中から生まれたそうじゃよ。嘘つけ。お前なら本当にそうかもな。あ、アイゼンは？俺たち精霊は正常な霊力が集まって生まれる存在だ。稀に人間から精霊に転生する者もいるが、生前の記憶を維持することはまずない。つまり人間と同じような血縁関係はないということだ。そっか。僕も気づいた時には二号って呼ばれて刺激されてた。その前のことが思い出せないのはお母さん自体がいないからなんだね。僕はメディサにお母さんが死ぬのはすごく悲しいことなんて言ったけど、本当の辛さはわからないのかもしれない。子供にも容赦ないの。単なる事実だ。だがな、ライフセット、血縁関係がないからといって特別な絆を感じられないわけじゃない。精霊であってもかけがえのない存在を、家族や友とのつながりを持っているんだ。だよな。お前の言葉が本気じゃなかったらメディサは止まらなかったはずだ。そうなのかな。きっとそうさ。桃から生まれた魔女よりはずっとな。こりゃ、桃生まれをなめるでないぞ。わしにじゃって犬、猿、キジとビエンフーとの特別すぎる絆があるわい。そうだといいな。いや、そこ突っ込みなさいよ。さあ監視と行きましょう。精霊にも家族のつながりがあると言っていましたが、血縁関係なしでどうやって妹だと分かったんですか？もう随分前のことになるが、俺はとある霊山の地脈点に生まれた。そこで長い間過ごしていたある日、同じ地脈点からあいつが生まれてきたんだ。気づくと俺たちは同じ屋根の下で暮らすようになっていた。同じ地脈点から生まれた精霊が兄弟ってことなのか？いや、他にもそこで生まれた精霊はいたが、そいつらを家族だと感じたことはなかった。だがあいつは何かが違った。あいつが悲しいと俺も悲しかった。俺が嬉しいとあいつも嬉しかった。愛想のない奴だが、その分笑顔の破壊力はすごくてな。何があってもあいつを守ってやろうと俺は誓った。俺は霊山で取れた石を使ってペンダントを作り、お守りとしてあいつに持たせた。あいつは首飾りにして使っていたがな。そのペンダントは？あいつも同じことを考えてたんだ。自分で作ったお守りだと、これを俺にくれた。お互い黙っていたのに、俺たちは同じ日に同じ形のお守りを送り合った。俺たちの間には確かに兄弟のつながりがあると、その時確信したんだ。そこに描かれてる女の子が妹さんなんだね。ああ、俺が家を出る日、あいつが描いてくれた自画像だ。あんたも妹に絵を描いてあげたの？いや、俺には絵心はない。きっと妹さんは自分のペンダントに一番大切な人の顔を描いていますよ。だといいがな。一番大切な人がお主じゃといいがの。いらんこと言うな。はい、行きましょう。この上に監視塔がありますと。はしごを登って、よいしょ、もう一個登れば屋上ですね。あ、いた、グリモ姉さん。来たわね。グリモ先生、解読が進んだの？ええ、数え歌にはね、2番があったのよ。読み下しておいたから
坊や、読んであげて。うん。八つの汚れあふるるときに、嘆きの果てにカノヌシは、無限の民の行き止まり、いつぞの姿に帰らしめん、四つの聖主の行かれる剣が、三好の業を切り裂いて、二つに分かれ眠れる大地、灰色の月夜は魔を照らす、忌み名の聖主、心は一つ、忌み名の聖主、体は一つ。なんじゃか不吉な文句ばかりじゃの。二番の歌詞は、カノヌシの性質を表してる。おそらくそうよ。八つの汚れあふるるときに、嘆きの果てにカノヌシは、無限の民の行き止まりか。世界に汚れが満ちたとき、カノヌシがその力で民の行き止まりをもたらすと読めるな。人間を滅ぼすというのですか。おいおい、清涼はそんな目的でカノヌシを復活させようとしてたのか。違う、アルトリウスはそんな男じゃない。あいつの理想は子より善、断りと意志による秩序の回復よ。だから世界を守るためにラフィーを犠牲にした。お主の知っとるアルトリウスはじゃろ。じゃが人は変わるぞ。同志とで絶望したのやもしれん。業に流されて汚れを出し続ける愚かな人間どもにの。そんなやつじゃない。もしそうならラフィーは何のために。古文書の続きには何か書かれていないのですか。それがこの古文書は漢本じゃなかったの。まだ続きがあるはずだけど欠けてしまっているのよ。だから今できる解読はここまで。ちだが原本はどこかにあるんだよな。あってこそのカノヌシ復活計画だろう。清涼はカノヌシの性質を完全に把握している。でも王都の離宮にあったのがこれだし、原本の手がかりはないよ。今日はもう遅いです。ここまでにして休みましょう。そうね。またまた謎が。はい、というわけで一夜明けたところになりますね。次の地脈点へ向かおうなってるな。とりあえず港に出ますか。よいしょ。ライフィセット、モアナ昨日はメディサと寝たんだよ。ご機嫌やね。蛇だけどあったかかった。よかったね。うん、今からメディサとお風呂に入るの。ライフィセットも一緒に入ろう。え、困るよ。いいよ、モアナは困らないから。モアナ、知っていますか？ダイルの尻尾が新しく生えかかっているんですよ。ほんと？見たい。ダイルは監視塔に行ったようです。行ってみる。メディサも行こう。ええ、でも走ると転ぶわよ。うまくね、話そらしたね。ありがとう、エレノア。女の子の扱いが下手ですね、私の精霊は。モアナ、元気になってよかった。メリサも。はい。問題が解決したわけじゃないけど、笑ってくれるのは救いです。重要なのはこっちの問題よ。早く次の地脈点を感知して。言い方。言い方悪いよ。もう少し言い方があるでしょ。時間がない。相手は清涼、遅かれ早かれここも見つかるわ。それはそうですが。別の隠れ家を探すか。うん、守るより攻める。見つかる前に残りのクーマを捕らえるのよ。剣術でいう千の千だな。守りきるのは難しいものな。守る義理なんてないからよ。地脈点があった。イーストガンド領の東の方
みたい。そこって了解。イーストガンド領の東ね。ならまずはタリエシンの港に向かおう。タリエシン。はい、ではスキットを見ていきましょう。嘆きの果てにカノ主は無限の民の行き止まり。カノ主の数え歌気になっているのですね。何度読んでも悪い意味にしか思えないんだ。古代アバロスト語の解読は難しいんですよね。別の解釈はないのでしょうか。例えば無限の民の行き止まりの部分は、人間の永遠のために災いを止めるというような。うん、そういう可能性もあると思う。でも判断するための材料が足りなさすぎて。古文書の後半か。カノ主絡みの別の資料が手に入ればいいんだがな。そんな手がかりもないものを探してる時間はないわ。そもそも古文書は写本でふ、写すときに書き間違えた可能性もあるんじゃないでふか。おお、お前にしては的を射たことを言うじゃないか。経験者は語るでふよ。僕も姉さんに魔術書の写本を命じられたとき適当に書きましたでふから。ほら、そんなことをして問題はなかったのですか。姉さんがその適当魔術書の術を使おうとして爆発しましたけど、自業自得でふ。3日で100冊写本しろとかありえないでふからね。それはひどいの。本当でふ、精霊使いが荒すぎる悪魔のような魔女でふよ。怖い怖い怖い。リエンフ、ちょいと人気のないところへ行こうぞ。にゃー、姉さん。なーに、心配はいらぬ。写本の謝罪を適当にするだけじゃよ。ビエーン。はい、もう一個スキット見ていきましょう。グリモワールって一見やる気がないようだが、文句言いながらも仕事は早くて確実だし、本音を言いつつ人を傷つけない気配りもできて、大人の女性としての魅力があるよな。悪かったわね、気配りができない魅力のない女で。いやいや、お前たちはまだ若いんだし、人生経験の違いがあるのは当然だろう。とはいえわしらに大人の色気が足りんというのは認めなくもなくなくないの。どっち。確かに。どっち。以前アルトリウス様に落ち着きがないと注意されたこともあったし。もっとも、グリモワールは若い頃からあんな感じでしっかりしてたんじゃないかって気がするけどな。いい読みじゃ。グリモ姉さんは生まれながらにしてグリモ姉さんじゃった。辛辣じゃが真実を捉えた姉さんの言葉とうつろな眼差しに多くの精霊たちが心を奪われ、最盛期にはファンクラブの会員数は8848名を数え、ディナーショーのチケットは即日完売。アイドル。古文書朗読ライブでは居眠り精霊が続出したのじゃ。すごい。びっくりノルミン新記録公式本にはグリモ姉さんのびっくり記録が満載じゃぞ。そう言われるとあの気だるい感じは落ち着きに、微妙なまったり感は大人の余裕に思えてくる。それに比べて私と来たら、ふう。え、もしかしてそれグリモ先生の真似。はあ、全然そんなつもりなかったですけど。なかなか感じが出ているではないか。お主の中に眠る大人の魅力を感じるぞ。そんな、私に大人の魅力だなんて。最後の締めもやってみるのじゃ。今が大人の女になれるかどうかの瀬戸際じゃぞ。あ、はい。締めというのはあれですよね。何何、締めって。やってみます。あ、そう。あ、どう、ライフセット感じ出てるかしら。間違っちゃった感じがよく出てるね。エレノア様のそういうところ少女っぽくて可愛いでふね。もうビエフのバカ。いや、エレノア可愛いね。はい、もう一つスキット。どうでもいい話じゃがの、クーマ探しの時のお主らの釣り勝負どっちが勝ったんじゃ。
ずいぶん前のことを聞くな。あれは俺の負けだ。坊主だったからな。いや、引き分けだ。俺も坊主だ。いいよ、この負けは譲れん。その負けをくれてやるわけにはいかん。何これ何これ。坊主に加えてゴーマという危機を釣り上げた俺は減点されて叱るべき。俺の負けだ。遊びなんだからどっちでもいいでしょ。よくない。どんな勝負であれ白黒はっきりさせる。それが俺の流儀だ。俺もアイゼンに同感だな。勝負の決着を曖昧にすることはできん。面倒ね。アイゼンは死神の呪いのせいでろくなものが釣れないんでしょ。勝負が成立してないじゃない。おお、言われてみればそうだな。ここは他の勝負で決着をつけようぜ。他の勝負、トランプとかチェスとか。トランプはやらん。必ずジョーカーが来るからな。将棋はできるがチェスはわからん。腕相撲はどうですか。これこれ、ゴーマと精霊が手をつないだら汚れで大変なことになるじゃろうて。大人同士なんだから神水でも飲んでまったりしなさいよ。それだ、神水の飲み比べならクーマも精霊もなく対等に戦えるよな。ああ、俺も依存はない。ベンウィックたちに神水を用意させよう。一応大人の解決ということでしょうか。何でもいいわよ、型がつくなら。飲み比べとなればやっぱり神水に合ううまい魚が必要ですね。確かに。よし、つまみを釣りに行こうぜ。結局お船を出そう。釣り勝負の続きだ。結局釣りじゃん。魚は釣れないんじゃ。というか、せっかくまとまりかけたのにどうして混ぜ返すんですか、ビエン風。どうして僕が叱られることに。ビエン。じゃあ今回はこのあたりで、また次回もご覧ください。